失恋した時の乗り越え方を教えてください。あれはでも結構本当今までの経験上友達に助けられてるな、地元の友達とかに。うん、本当にそうだ。結構ね地元優しいんだよ、振られた時。じゃあ遊び行くかとか、なんか忙しくてもなんか無理してなんかね何かをしてくれた記憶はあるな。俺それダメなんだよ逆に。なんかね気使わせてしまってるってね思っちゃうんで。ああ、やっぱ俺が楽しんでるかどうか表情伺われてんのかな、うん、そういうの思っちゃうとやっぱ俺は一人でも泣き腐るのが一番。あ、自分で解決したい。なるほどね。俺はねすげえいい出来事があったみたいな顔して帰ってくるね。もう俺は完全フリーの獰猛な猛獣に戻ったぞお前ら。もう今解き放たれたから全員で街へ繰り出すぞと。あ、はい、だからそれだね。俺もそれになるまでに一人の時間を要したい。あ、俺それもう3時間ごとかに取れない。すごいな。俺もでもユタ派かもな。泣きじゃくるね。泣き止んだ瞬間って一番吹っ切れてるからね。うん、俺はね一番はあーって一日中言ってる。がっつり失恋ってあるんだよ。あの高校生の頃にお付き合いしてた人。ああそっか、うん、振られたの。振られちゃったからね。あ、そうなんだ。好きだったんユマ。結構好きだったよ。泣いた。あ、どっちだっけ。いや、じゃあがっつりじゃない泣くもん。いや、多分泣いたと泣いたんだよ。いや、まあ、ちょっと隠そうとしたね。隠そうとしたね。本当に情けない、マジで。もうどうしようもないやつだよ、こいつ。やばい、この子に言われて高校生の時も泣いたことを隠す。やばい。だってユマ、まあ LINE 見たことあるけど、やっぱ当時、本当に今すぐにでも会いに行きたいよと、このユーマが言うぐらい好きだったもん。そのどこでもドアがあったら今すぐ君に会いに行くのに、あ、タケコプターでもいいかみたいな。そういうもう安全なのはどこでもドアだもん。痛いラインをすげえ送ってたね。まあ、でも高校生ならでは相手もそのテンションです。泣くか友達かですね。うんうん、青木は俺とりあえず、まあ、泣くだけ泣いて言うたんちいけますよね。なるほど。言うたんち言うたんちそう言うたんち。なんで言うたの。やっぱあの言うたで言うと面白いから、それで言ったら気晴らしになるんだよ。え、入れてあげる。入れてあげましたよ。あの時は入れてあげました。うん、まっちゃん失恋することもあるんやな。やりますよ、あるよ。告白して打ちのめされた回数180回。めちゃめちゃ多い。白ひげみたいな。6度26発。背中に一切の傷なし。嘘こや。そんな感じですね。